はい、今から何をするんですか？一番端のですね、かけちゃったもんね、はい、ダメやね、はい、一度検査みたいなのするんですか？はい、この時点で悪い歯があったら抜いていくんですか？悪いやつは抜いていくんですね、はい、ここで、はい、下に入れて上、斜めに、はい、焼いて油でひっついとるからね、はい、これ割れてるやつ、はい、割れがありますね、はい、はい、今抜きました。一箇所ありましたね。こんだけ割れると思うね、はい、でここのこの、はい、墨を下側で、はい、こちらにある通りにこっちへ移せばいいってことですね。そうですね、はい、これ反対に入れるとダメですからね、はい、今削ったのの半分しか入れなかったのはどうしてですか？全部入らんからさ、はい、少しだけ残しても困るから、はい、半分ずつで、これが長の1本分ということで、そうですね、はい、で向こうがまた残りが1本ということで、あれね、それで今しっかり詰めているんですね、はい、でこれから面を取るということですが、はい、四角くなっているところの角を取っていくのが、それが斜めにずっと入っているので、対角線上に面が取れますよね。裏と表と、ね、半分取れるところね。半分取れるんですね。で、折り返さなかもね。で、ひっくり返すというか詰め直して
またあの取れてない方を取るっていうことでいいんですね。そうですね。でこの詰め具合というのは どんな感じで詰めるんでしょうか。上手に並んでないよな。はい、でしっかり詰まってるっていう状態でいいですね。はい。行こうか、はい、ちょっと変更します、はい、こっちへ来ればいいだね、はい、これを固定の場所を変えるということですね、削るのはカンナです。カンナの刃で削るんですか。はい。道具を見せてください。で、刃を使う向きっていうのはあるんですか。うん。まあ、裏からでは削れないもんでね、はい、片方だけ、はい、力の入れ具合っていうのはあるんですか。刃が厚ければしっかりやるけど、はい、薄いやつは優しくやらなきゃ、はい、最初は一方方向で戻るときは上下そうやっても大丈夫なんですね。このカスの出方で取れ具合がわかるんでしょうか。そうですね。はい。かんなこずでね。